一塁が空いていないところですけど、それで満塁になってもという感覚を持たないと非常に僕は抑えるのは厳しいと思いますね。おっと、これはまた城島はヒヤッとするようなボールになりました。今佐久本マウンドですが、大英の投球練習場は今また一人こう肩を作りに上がりましたが、もしカブレラを歩かせて和田になっても、こう今のブルペンの雰囲気ですと佐久本が続けて対戦するようなこう雰囲気です。どうだ、高く上がって高々と言ってスリーランホームラン。ビッグイニングになりました。4回の裏、今年の西武の攻撃のもう1から10まで見せてもらったような攻撃。いやー、まあ、これぞカブラレアではありますが、やはり城島としてはもっと、はい、そうですね、厳しく来てほしかった、はい、城島の意識はフォアボールでもというのは出てますね。この表情ですよ。今の指は2ワンという、2ワンじゃないですかと、そういうことですね、はい、そうですね。これもレフト一歩も動かず、連続ホームラン、カブレラ和田。これぞ優勝を目指すチームの攻撃。